から入れる明日からでもいつでも入れます暇なので何もないよこの道老人ばっかここの商店街の会長の佐伯さん百合子と一緒になれるなんて幸せ者だよな <laughs> あー会社の先輩っていうか上司っていうかお母さん <laughs> これかららどううしたらいいんだろうね私アニメの声優とかやってみたくてアニメ化したら使ってください <laughs> 高齢者の多い町だからこそみんな元気に過ごしてもらわなくちゃねこれで私はもし万が一のことがあっても安心ですこんな家族になりたかったなって小説を書いてでも自分で考えるのが苦手な人は 誰かに決められた方がいいのかな <laughs> これじゃあ私が犯罪者になるじゃないですか今まで何人殺したんですかなんであいつは簡単に死なねえんだよ家族としていらないよって落用をされたようなもんじゃない知り合いの薬剤師に頼んで作ってもらったんですが上でやるだけだしバレるわけないですよ支払い続けてると子供でも親に早く死んでくれって願い始めるんだからきっと愛されてなかったのね 私は何のために来てるんだろうって毎日思うよ「会長会長」ってうるさいんだよお父さんまっ、あ、たく苦しまずに行っちゃうからお父さん足滑らせて橋から落ちたってことにしてあげるから現実なんて面倒くさいことばっかだよ俺みたいになってほしくないからさ親を選ぶ権利があればよかったって思います一番不自由なのはあなたでしょ それでは今日はですね、えー、映画、えー、僕らはみんな生きている、えー、の監督でいらっしゃいます、えー、金子智明監督にインタビューをさせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえとまずはですねこの作品がどういう作品なのか監督からご説明をお願いいたします はい、ありがとうございます。えー、僕らみんな生きているんですが、えー、去年に、えー、2022年の冬に、えー、東京の方では公開させていただいた、えー、作品になっております。で、えー、基本的には、 まあ、あの我々われ、えーまあ、僕がの脚本と、えー、監督させていただいて、まあ、オリジナルの作品にはなるんですが、まあ、あのかなりあのノスタルジックな作品にさせていただいたんですけど、あのまあ、本当にこう僕らみんな生きているというタイトル通おり、まあ、いろんな人たちが、えー、東京に住まう、あの舞台が一応、東京の下町にある商店街という舞台の設定になってまして。 でそこに住まう人たちが、あのーまあ、いろんな人の思惑があったりとか、まあ、群像劇と言いつつも、まあ、一部分では青春映画というふうな捉え方と、<laughs> あとは、えー、とサスペンス映画というような見られ方をされる場合もあって、はい、ちょっと複雑な、あのー、一言で言いにくい作品になっております。まあ、そこがちょっと一つ狙いでもあるので、はい、ちょっとなかなか説明しにくいところではありますけど。<laughs> はい 見、はい、た方は、ね、分,分かると思うんですけどね。<laughs> あまあ,あのそう、そうなんです、まあ、だから見てくれっていう話なんですけど。そうですかね。<laughs> <laughs> えっと,えー、っと、それでですね、まずちょっと、もう、初っ端から、もう、はい、監督もちょっと、えー、関西弁が出てたんですが、えー、大阪なんですよね、はい、あそうなんですよ、大阪の、ね、西淀川区、はいえー。もうね、ジューソンと隣ですわ、もう、はい、そうですね、高校の時はジューソンに自転車止めて。 ちゃんんんとめでで、てた <laughs> はい、そうなんですよね。だからまあ、はい、あのー、まあ僕もあのー、福島区民なんで今あ,あ,、うん、あの隣ほ本当まあ隣というかもうすぐそこなんでまあよく知ってる場所ではあるんですけどあ、はい、あのー、まあ、今回ねだから、えー、舞台が東京のまあ下町というか、えー、といわゆるそのなんかメガロシティとかなんかそんな感じの、えー、東京ではなくて。 あのもう本当に錆びれてシャッター街に半分なりかけてるような、えー、商店街っていう感じの設定なんですよね舞台がね。でそこにまあ住んでいる人たちのところに、えー、東京の外から裕太郎く演じる主人公がやってきてそこからまあ物語が始まっていって。えー 東京の人たちがどれだけ怖い人たちかっていうのが描かれてるっていう話になってるかと思うん <laughs> です <laughs> ちょっと語弊,が <laughs> 語弊があるかもしれないですけどもうさらっといろんなすごいことをやってのけていってるっていうのは後で分かっていくという展開になっていて見れば見るほどある意味あの日常の中にあるいろんな怖さみたいなのを、ね、あの見せてくれてたりとかしてあの、うん、でしかもそこにまあ あの要は若者がやってきたってところがポイントだったんだろうなと思うんですけど、はい、あの、はい、面白い作りになってるんじゃないかなと思うんですが、これ、でもあれなんですよねその、なんて言ったらいいんだろう、その大阪も大阪市内でも,、はい、もうびっくりするぐらい田舎やん、ここみたいなところもあったりして、はい、僕、よく言ってるんですけど、あの大阪環状線の駅なんでね、うんあの、次の電車来るまで15分待たなあかんとか。<laughs> はい、うびっくりするような、いかにか大阪市内の、うん、結構大阪駅に近い場所やねんけど、なんでこんなにまたなあかんねやろ、野田駅とかね、<laughs> あるんですよ。はい、で、あのー、割と田舎やんって思ってしまうような、あのー、ところが大阪市内にもあったりとかするんですけど、西淀川区って、まあ、割とその中でも、離れ小島に近いぐらい田舎ですよね。<laughs> そうはまあ <laughs> 西尾の僕日曜大好きなんですけどフォローにってってですけど今回の,その作品が多分僕が日曜が出身やから生まれたなっていうのは本当にあの周りと喋ってるのよく思うんですけど僕が6年前に東京にあの上京しまして、はい、あのそれまではあの京都の方で会社をやったんですけどはい、はい、で東京に上京した時にまあ本当にこう東京ってやっぱイメージとしてきらびやかな、うん、華やか 大きなメガシティとしていろんな人たちがあの、ね、華やかに楽しんでいるようなイメージがやっぱなあった中で実際蓋を開けてみると、まあ、それは本当に一部分というかうん、うん、一部そういうのがこう尖って見えるだけであってうん、うん、実際はすごく地味なというか質素 <laughs> なというかあの庶民的な街みたいなものがあのその東京の周りを固めてて。 でその同じ東京の中でもあのその下町と言われるさび、えー、れた商店街みたいなものが、まあ、実際の,その僕ら取ったところがそう,いうそ,ういうそう言ってるわけではなくてと、はい、そういう場所がやっぱ垣間見えた時に、まあ、これは何かその、まあ、ミクロなマクロの視点で見た時にこう資本主義のこう象徴になっている東京のまあ実際のリアルな表情みたいなものがそこには町としてあったなと。 でそこを舞台にしたいなっていうところから、実は始めさせてもらったそうなんですね。なんで案外、だってほら、言ったら、まあ、まああもう出しちゃうとややこしいんで、あの、はい、駅名とか言えへんけど、あの割と降りたら、えここなんか伏せみたいとか、なんか思ってしまう <laughs> <laughs> 東大阪っぽいなとか、なんか、いっぱいあるじゃないですか。いいっぱいありますね,ね、はい だから、あの大阪でましてやその僕、自由が丘とかもい行ったけどあの、そんなに言うほど、なんかすごいおしゃれな街とも思わへんかったし、語弊、うん、がいある言い方ですけどね、でも、なんか、なんか、んか作られたイメージみたいなのも若干あったりとかしますよね。そ、うん、そうですね、まあ、本当ににに、うんまあ、東京特にそれがいろろんなところにあの まあ経済が発展してる分、あのいろんな町が表情あるんですけど、それの代償というか、あの代償があったのが、やっぱ昔ながらの下町と言われる郊外ですよね、郊外でおこ行われる物語になるんですけど、まあ、そこに、ね、実際、東京に上京した時でまあそんな華やかな町、住めないんですよね、お金がないんで、みんな。うんうん で、そこで実際アルバイトとか、あのなかなかね、えけえけのスタバに勤められたら、まあ、それはもちろんね、<laughs> すごいこう、ね、クオリティ高いと思うんですけど、実際そうでもなくて、なんかこう、一つこう上京したときに、あの夢を持った少年が、この下町にやってきてでその、本当にしかもその夢っていうのも、 上,上京したときに、僕は思ったときにあの、いろんなやっぱ俳優さんとか、つくねとかっていうのがあった中で、うん、まあみんながみんなこう夢を叶えられるわけじゃないと思ってて、確かに実際と、現実は、うんで。そうじゃなかったときの,、まあの、でも、夢を持つことって素敵なことよねみたいな、ある意味、脅迫概念みたいな <laughs>、うん、ものに、やられてる人たちが本当に若者で多かった中で、そこをちょっと題材に切り取りたいなというのが。ななるほどなるほほどど いあの使う使わないはあれなんですけど僕長渕剛好きなんですけど長渕剛の歌の中に「夢は何ですか?」と聞かれることが、はい、この世で一番怖く感じたっていう歌、うん、歌詞があるんですよね。で,でみんなそこに泣くんですよ。はい、でまさにそうじゃないですかやっぱり夢を持って東京に出てきたけど、うん、あの行ってみたら全然違って。 うんえー、その全然違う中で夢を見続けなきゃいけないみたいな、そうですね、なんかそういう世界にいると、うん、夢って逆に怖いみたいなところってあるんですよね。そうですね、そういう僕も子たちをいっぱい見てた中で、実際はシビアな世界だと思うんですよ。 小説家になりたいといとう夢を持って上京すするんですけど本当に自分がそれになりたいのかどうかっていうのをう迷ったままの物語は進んでいくんですけど、うん、まあ実際そういう子たちが多いんじゃないかなと思っててかそういう子たちの、まあ、この映画見た後に2つの,あの捉え方2つというかまあ感想として、まあ、ネガティブに捉える方もいればポジティブに、うん に捉えれたっていう枠もやっぱりいてて、まあ、そこは結構面白いところだなと思っう。ポジティブに捉えてる人は何て言ってるんですか。えっと、要は自分たちの、この気持ちを代弁してくれたっていう,うなことあ。なるほど、なるほど。はい。結構、今の若い子たちに意外と刺さってくれたんじゃないかなっていうのは。 あの放送した後にあのに流した上映後にそういう意見もいただいたりをしましえだって言っちゃいけないんであれですけどそのラストのね2人であのやるシーンがあるんですけど、うん、あのシーンなんていうのは、はい、あのポジティブに絵作りしてますもんね。だから、うん、い,いわゆるそのなんかすごいやばいことやってるっていう作り方じゃなくて。うん 割となんか、あのこれからあの未来っていうものを見させるような、なんかそういうポジティブな絵作りにしてありますよね、あれね。そうですね。いわゆるその石鹸から見たらあの、一般論で言うとネガティブな結末になる。 まあそういう見え方もするんですけど当事者の人間一、ね、あの当事者の人間からすると一つの成長を描いてるので、うん、まあ物語のやっぱ主人公の成長を描くってなった時、うん、成長がイコール正義とか悪とかに紐付づかないというところを描かせてもらってるんで,で、ね、ポイントだったのが裕太郎君やってるね駿君が、はい、あの原稿を編集者に渡した時の 革新的なあの表情ってそうですね。あそこが僕はすごいこの作品の中ではキーだと思っていて。そうですね。はい、まあ一つ大人になったというか、うん、い,いわゆるそのお母さんから逃げてただけの、その要はある,ある意味、あれは田舎っていうそのまあ場所とお母さんから逃げたくて東京に出てきてたっていう話だと思うんですけど、ね、彼の場合はね。なさります、ね、はい、うん だそれがあの,あの瞬間に彼はあの一つスイッチが入ったっていう自分の意思で行動したっていうところじゃないですか。そうですね、うん、だそこが多分すごいポイントになってるんだろうなって思うんですけど、まあ、これはもう見てもらうしかないのでそうですね。<laughs> もう喋っちゃうともう終わっちゃうんで、もう。裕太郎君のファンの方は、まあ、見られてない方は多分見たことない裕太郎君の。 お芝居が見れるい,うかい,やい,やい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 やもうあのねこれね僕ねえと本編の,あの番組の中でも言ってるんですけど僕は僕はあの鶴島ノアがえっと「ワンで出てきた時からのファンなんですよ。ファンなんです一応ね。であの頑張ってほしいなと思って見てたんですけどでも彼女のどうしてもその上っ面の部分っていうのがどうしてもクローズアップされちゃっててあのなんか。 な,なんていうんですか内面の部分を、えー、やるっていう作品って少なかったのでこの作品はもう内面に迫りまくってる作品になっているので今まで見たことない表情は確かに見れてるはずなんですよ。そううですね、うん、うん、やっぱりこう若いあの俳優陣っていうのはまあすごくこの映画畑でずっとやってたっていうよりはああのまあ、ドラマであったりとか割となんか、まあ、ライトな役とは言わないですけど。うん まあ、どうしても大きい現場になるとそ,のそこに作り込む時間がなかったりすることもあると思うのでそういう中であの割と表層的なキャラクターの,あの役で出てることと、まあ、今風の現代的な男の子で出てる中でそういう演技をしてきた子たちがあの今回僕の作品では割とすごく地味なというか、うんうん、地味なこのシナリオの中でこの本当に内面をこうえぐり 出すというかそういうお芝居をしていくっていう今本当にこう役に向き合ってくれてそれの掛け算が面白い化学反応になってるなというふうに思ってますいや本当これがねその、まあえーまあ、主役の2人というかその、はい、鶴島のなちゃんと裕太郎君っていうのもそうなんですけど、えーとまあ、脇を固めるというには惜しいぐらいもう対局の部分に、えー、その渡辺裕之さんがいらっしゃって。 でその脇をさらに西村和彦さんとかが埋めてるっていう、なんかもう出てる人を見るだけでもやばいなっていうような作品だったと思うんですけど、すごかったですね、これは。だから、このキャスティングがすごいなと思いましたけど。おそ、うん、らく多分普通にあんまりやらないやり方というか、はい、キャスティングとしては。うんまあ、すごく今の Z 世代と言われる若い世代、まあ、バーサスじゃないですけど、本当に昭和を生きてきたあの、ね、人たち、価値観みたいなのがこうテ,ーテーマとしてもあるので、はいまあ、それを体現できる方ってなったら、はい、やっぱりこうベテラン役者さんたちが、はい、そこを表現してほしいなというので、お願いさせていただいたって感じですね。そしてこれがまたその渡辺さんの、ね、遺作になってるという、うん、そうなんですよね。ね これか現場でも渡辺さ現場ではまあどこまであのあれかかない使えるかわからないですけどすごく役のセリフ一つに対して本当に深いところから意味を考えていただいてこの言い方で合ってるのかなとかこの表現で見た人がか分かってくれるかなっていうのを常に,僕にこう相談というか一緒にこう考えながら、うん。はいはい まあ、年齢すごく僕も差がありますけど、それを関係なく一緒に戦っていただいたというか、本当にさ初日はかなりあのぶつかったりも正直したんですが、考え方として、なんで俺がこんだけ悪を、こんだけ悪になんだみたいな、<laughs> そこを、なるほど、なるほど、この役にあたって、すごい一つ希望ももっとあの役として入れたいみたいな感じではあったど。 そしてはやっぱりその商店街の,あの表の顔というか、うん、みんなに好かれている商店街の会長さんという役で出ていただいたんですけど、うん、そういう,こう、まあ、地域の閉鎖的な地域の中での会長さんが悪だ、うんまあ、くるみをしているっていう、オー、うん、ボス、と裏ボス、うん、そして出ていただくときに、渡辺さん、本当に僕の中でぴったりだったんで、やっぱかつてリボビダン、あのファイト一発の,の <laughs>、はい。はい、うん に出てて。そうですね、まあ。ヒーロー的なやっぱり、こうイメージが。うん。うん。あったので、まあ、その。渡辺さんだからこそ、この。二面性を出せるんじゃないかっい。っていうのを説説得とかもしながら。納得していただきながら、こういろいろと。なるほど、なるほど。あの、いやいや、わかりますよ。はい。はい、ベテラン俳優と。ね。あの、仕事する時には、本当にね、ねいろんな気遣うなこといっぱいあるからね。<laughs> も正直、皆さん気遣いました。ね、僕は、あの。うん。 西さそうそうそう、西名さんがね、はい、この役で出てるんだっていうのが、もう本当 <laughs> すごくてそうです予告編でも多分西名さんはセリフとして買っていただいてると思うんですけど、また愛されてなかったのねみたいな、うん,う,んうん。来、うん、島さんとの,この対峙シーンとかもあったりし、はい、ながら、U ターン主人公に対しては、まあ、すごく溺愛いというか。うん ただ一方でまあ、描いてはないんですけど裏側ではセリフの一つとして実際こう別れを選んだ旦那さんと別れを選んでもう本当に寂しがっているお母さんっていう役としてうん当に一番大切なお母さんの愛としては息子のことが一番大切っていう、うんうん、そこに西科さん的にもあのしっかりと読み取っていただいて。はい、あの ゆうたろう君としゃべる時ときと対する鶴島さんと対峙,と対峙するときとでは、うん、もう本当にこう本当に母親としての感情を映っていただいてまあ一人の女として敵として鶴島さんに対してはこうぶつかっていってくださったと、はい、なのでそこでセリフを一つ一つなんかこの言い方の方がちょっと私にもうちょっと毒が出せるとかなるすごい細かいところを、はいはい、西科さんのなりに考えていただいたっていう。 感じなんか面白い仕事の仕方したなと思って見、ね、て <laughs> たんですけどね、はい。んはい、あと、うんチンさんとか、はい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 、ミスター・チン、はい、はい、ミスター・チンさん、ねはい、はい、まあ本当にねあの、かなり難しい役をやっぱりやっていただいてて、いや、いや、もうでもね、あの、んさんの最後のセリフがね、<laughs> そうなんですよ、ね。あの、本当に素晴らしき、素晴らしかったです。はい そしてちょっとネタバレにもなだから僕もあえて何を言ったかは言ってないんですけどそう,す、ね、そうそうそう,そう、うん、だから陳さんの最後のセリフはね僕はね、あのー、皆さんに見ていただきたいですね。ちょっと、ね、あのまた変わった立ち位置というか巻き込まれる位置でももちろんあるんですけど彼なりの正義だったり愛 っていうのは、まあ、もちろん歪んでるんですけど、貫いてるっていうところが、陳さんの位置としては見どころじゃないかなと思ってます。はい、あと、やっぱり相棒になる、悪役になるその西村さんは、もう一緒に楽しみながら、どうやったら俺強烈にできるかなみたいな <laughs> 作戦会議をしながら <laughs>、<laughs> 本当終始楽しかったですね、西村さん。ああ、そっかそっかそっか。 うんうん、なので結構ね、この映像自体はすごい、まあまあ、暗いっていう言い,言い方はあんまり良くないんですけど、深い、重たいっていう表現にはなるんですけど、実際現場はすごく楽しく、和気あいあいと <laughs> 進んでいったっていう感じですね。そうななんですねなるほど、はい まあ絵作りとしてはねどうしてもね,あのうね描いてるものが描いてるものだけに、うん、まあちょっとノワー,ールというかちょっとダークな色を出してる絵作りにはなってるんですけど始まる前とカットがかかってからっていうところでいうと、まあ、割と楽しくやってたっていう。 その楽しさっていうのもなんか単純になんか撮影が楽しかったっていうわけではなくて、うん、その役作りとしてまあ本当に掘れば掘るほどそれぞれにやっぱりこうフォーカスというかあの、ね、光を当ててる作品で僕らはみんな生きてるっていうタイトルにしてるんですけどタイトル一番最後に考えたんですかタイトルはもう一番最初ですねでもあ最初かなるほど、はい、どっっちかっていうとそのマルチストーリーリ とまでは言わないですけど、うん、あの、うん、やっぱ見た人によって感情移入の置きどころを変わるようにしたかったっうな,るほ,どなるほど。まう。それがなんかどうしても僕の今回映画を作るってなった時にまあ普段 CM とかミュージックビデオとかもやってるんですけど、はい、やっぱ映画を作りたいなってなった時に、映画館で、うん、映画館大好きなんですけど、まあ、みんなも映画館ってやっぱそれぞれ。 捉え方が違っってていいと僕は思例えば彼女と親と行った時になんか自分はこう思った、うん、で僕はポジティブに捉えた僕はネガティブに捉えたみたいなところの語り合いがなんか「メシその後メシ」っていう映画の捉え方をそれぞれするっていうのがやっぱ一番そこ僕醍醐味というかメシっていうのんで、うん、まあ子供の時そういう体験をさせていただいたんで、うん、まさに僕今回自分の作品でも本当にこにいろんな視点がこう入るようなというか。 まあそういういちょっと変わった構成をやってもいいんじゃないかなっていうのでこう僕らみんな生きてるっていう一個のくくりにさしてもらったって感じですね。ねなるほどなるほどまあまあだから本当に思いがまさにいろ、ねね、んな人がこの作品の中で生きていてその生きている人たちをどの角度からどう見ますかっていうことを問いかけてるタイトルでもあるっていうことですね。うんうんうん そうですね、はいわかりましたではそろそろお時間きましたので、はいえー、最後に監督から、えー、見てらっしゃる方にメッセージをお願いいたしますはい、えー、あの見ていただくこれからもあのまたねあの一度見ていただかった方もいるとは思うんですけど、まあ、本当にこう見る視点によっては、まあ、複数回見てもあの本当にこう面白いあのそれぞれの役どころがあると思うので,で今回あの俳優さんたちが本当に、まあ、すごく あの役作りっていう面ではあの深いとこからお芝居をしていただいて一つのゴールにみんなで向かっていったっていう作品なので、まあ、僕らはみんな生きてるというタイトル通りまり、あ、いろんな方々がまあ 生きている世界を切り取ったっていうようなあの作品となってます。あの本当に一人で、まあ、み見てもいいですしこういろんな大切な人とぜひ見ていただいてこう価値観っていうところがテーマになってちょっとこうかん頭を使うこともあるかと思うんですけど、まあ、あの見てはとなってほしいなと思います。<laughs> はい、はいはいえー、ということでこの、えー「僕らはみんな生きているが」が、まあ、大阪ではね まさにその重曹、香取が高校時代に自転車を止めていたという重曹にあるシアターセブンで10月21日から上映されまして、初日は主役の裕太郎さんと金子監督、そして2日目はこの二人にプラス、鶴島さんもね登壇されるということですんで、初日と2日目、ぜひ狙ってですね皆さん行っていただいて、もちろんそれ以外の日もね、 え楽しめますので、えー、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思います。はい、はい、ということで今日はですね、映画、僕らはみんな生きている、の金子とマ監督のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。